皆さんこんにちは、いちきです。はい、今日はですね、もう今年も終わろうとしている時にこんな動画を作るのはなんだと思ったんですが、上半期手に入れて良かったものランキング上半期ですよ。ちょっとね、紹介したかったのでランキング5選。釣りに関するまあ道具がほとんどにはなるんですが、まあ紹介していきます。第5位はこちらでーす。アームカバーですね。はい、こちらはアミアウトレットで確か買ったと思うんですけど、1000円ぐらいで買ったやつで、一回海ロケに夏行った時に日差しを舐めてまして、手が真っ赤っかになっちゃって火傷みたいになって、皮が剥けるまでいかなかったんですけど、ちょっとこれはやばいなと思ってその後買ったんですよね。クールスキンっていうやつで1000円ぐらいだったんですけど、滑り止めがついてここまで保護してくれて、何ですか、普通のアームカバーっていうか、このここまでのアームカバーよくあるじゃないですか。で、そういうのってなんかね、落ちてくるんですよね。ここが落ちてきて半袖からこう出ちゃうみたいなのが嫌で、あんまりつけてこなかったんですけど、これはね、すごいいい具合の着圧具合で、全然落ちてこないし、汗かいてもすごいサラッとしてるので、今年の夏、特に夏はめっちゃ保護してくれる。大事ですよ、皆さん、こうやってね、肌を保護するっていうのは。ということで、まあ、第5位、サクッと紹介しましたが、このアームカバーです。第4位がちょっと現物はね、ちょっと大きすぎて用意できないんですが、エレキセット！前回というか、まあ、だいぶ前に動画で紹介したんですけど、どう？誰か来た。アマゾンからなんか届きました。はい。エレキセット。もう、これはね、結構大きい買い物だったんですけど、本当にね、手に入れてよかったなっていうのが、ボート屋さんって、こう、エレキを貸し出してないところってやっぱりあるじゃないですか。亀山片倉が、確か今年からエレキの貸し出しを、フットコンの貸し出しを廃止したので、エレキを持ってる人しか行けなくなってしまったんですよね。で、そういうのもあるし、ボートしか貸してないっていうところもある、フィールドに行けるようになったっていう、釣りができるフィールドが、こう広くなったし、早い。普通のレンタルエレキだと12ボルトで、まあ12ボルトでも良かったんですけど、やっぱこう早くいろんなところをこう見たいっていう時に24ボルト私は買って、それはねすごい良かったなと思います。ざっくりしてんな。まあ、準備はね、確かに大変ですし、重いし、持ち運びも結構大変なんですけど、それ以上に、やっぱり釣りが楽しくなったっていうのは、やっぱ自分のエレキっていう、なんか、付加価値っていうのかな？なんか、うん、自分のものっていうのがね、やっぱすごい気分がいい。気分がいいな、みたいな。第3位。第3位は、こちらでーす。じゃーん。カッパですね。カッパ。これは、パタゴニアのね、カッパなんですけど、まあ、パタゴニアのね、このカッパに限らず、いいカッパ。いいカッパっていうの、私がね、今まで持ってなかったんですよね。高撥水。その、カッパじゃなくて、撥水が強いものっていうのしか持ってなくて、それだとやっぱ、限界があったし、染みてきて寒いし、ちょっと、なんか、べちゃべちゃするし、みたいなので、すごい釣りの最中に不快な思いをすることが多くて、これはやっぱり釣りにも必要だし、一個持っとけば長く使えるものでもあるんで、ちょっとね、高いけど、カッパはいいものを買った方がいいなっていうのはすごい思いました。これね、色合いもね、すごい好きなんです。赤とね、ブルーで。動画でもよく出てくると思うんですけど、しかもね、ちょっとした時に来ても、まあ、あったかいんですよね。この間のシントネの大会とかでも、まあ、寒かったんですけど、もうこれ一枚あるだけでも全然、掘れなかったら、ぐっとぐっしょぐしょ、もう落水したんかっていうぐらいぐっしょぐしょになってたと思うんで、だいぶ守ってくれましたよ、このカッパが。はい。続きまして、第2位は、
こちらです。バチバチに個人情報入ってるんですけど、船舶免許、船舶免許でございます。私が葉山マリーナさんで、小型船舶2級を取らせていただいて、 YouTube の企画でね取らせていただいたんですけど、本当にねずっと欲しくて、この免許1個あるだけですごく釣りの幅が広がったなっていうのありますね。海でも操船したりとか、やっぱなんといってもバスボート運転できるようになったっていうのと、あとレンタルでも14フィート12フィートを借りて、より快適な環境で釣りができるようになったっていうのは本当にね大きいと思います。意外と船舶免許持ってる人って多いんじゃないですかね。もし持ってない人がいたら、もう取ってみたら世界変わるんじゃないかぐらいっていうぐらい、これは良かったです。私取って本当に良かったと思う。だって行けるフィールドがもう倍ぐらい増えたんですよね。バスボートをまず河口湖とか芦ノ湖とかって、まあローボートとかも貸してるんですけど、エンジン船を借りてパワーのある船でいろんなところを見て、まあ、釣りができるようになったりとか、とにかく行けるフィールドがすごい増えたし、行けないフィールドはないぐらい、これ一個あるだけでっていうね。いや、よかったということで、第1位はですね、釣りのに関するものではなくて、はい、こちら、もう何かわかりますか皆さん。枕です。枕、テンピュールの枕なんですけど、16,000円ぐらいだったのかな。私実はですね、多分動画で言ったことはないんですけど、以前ちょっと首を痛めたことがあって、 MRI って言うんでしたっけ、この筒の中に入って取るやつで、あれどうしても痛いんで、あれを取ってもらったら、ヘルニアまではいかないけど、もうヘルニアの一歩手前みたいな、首のヘルニアの一歩手前って言われて、もうすごいね痛いんですよ。急な寒波とかが来ると、もう常に寝違えてる状態みたいな。去年の釣りフェス、私がアングラーズアイドルに応募して最終選考があるっていう日に、再発してしまって、その時ね、首が回らなかったんですよ。もういろんな人にこうやってありがとうございます、ありがとうございますって言ってた時もすっごい痛くて、で、釣りもままならないぐらい痛くて、で、それで今年ですね、起きて、一日稼働してると夜ぐらいにはまあこう首も温まってだいぶ痛みも和らぐんですけど、起きた時の痛みが本当にひどくて、でだからこれ枕がもしかしたら悪いのかもしれないなと思って、アミアウトレットに行った時にテンピュールが置いてあったので見てみたら、これがねあったわけですよ。これが試しに寝てみたら、なんかねすごいフィット感が良くって、でもうちょっと高いじゃないですか、枕に1万6000も7000も。でもちょっと思い切って毎日で使うものだし、もしこれで治ったらと思って買って寝たら治ったんですよ。え、すごくないですかこれ。枕1個で治るのと思って、そっからもう未だに再発せず、快眠をもう熟睡することができてですね。だからね、本当に。皆さんもね、毎日使うものってちょっとお金かけてもいいのかなってはすごい思いました。何の紹介？ということで一方的な紹介になってしまったんですが、今年上半期買ってよかったものランキングでした。はい、初の企画だったんですが、もし好評だったら下半期もやろうかなと思いますので、よかったなと思う人は高評価押していただけるとありがたいです。はい。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ほいじゃあのー。